動画写真がいいかな。あれ、酔い止めを飲みました飛行機ね、なんか前回行った時にちょっと調子悪くなったらしくて酔い止め、ゴーゴー。ついに福岡から北海道に向けて、はい、それっぽいとこに味噌ラーメンです。はい、失礼いたします。紙エプロンはお使いになりますか？はい、よろしかったですか？失礼いたしました。どうぞ食べてください。伸びる前に食べてください。ラーメンです。もちろんね、やってください。こちら伝票失礼いたしますね。ゆっくりどうぞ。
は新千歳空港駅。何時だ？3時18分。あ、18分の電車があった。1150円。次は首都線に止まります。おさつ札幌ビール庭園へおいでのお客様は乗り換えです。右側でしょ、場所的に言ったら。私これです。案内させる、何それ何？あーポテチね、これもう買っとこうかな。そうね、じゃないと。パーツ火入れて、え、あそこに食べるってこと？かな、なんかいいかい？かわいいね、プレゼント。後ろのパーツちゃんと入ってた。ああそれ、あそういう、それで一個一個なのね。のんちゃんのそれ丸々一個、うん、チーズ。寄ってくるね。うまい。まだわかんない。のんちゃんのせる、これも冷たいの、アイス。ココアクッキー側の、で、中チーズサンド。あ、すごい。あ、綺麗。やばい。すごい。左だけついてるね。めっちゃ硬いよ、これ。硬いんだ。痛い。じゃあ私の方。めっちゃ痛い。せーの。はい。ゴー。バーン。痛いでしょ。背中めっちゃ痛い。あー、かわいい。こっちも取った。
はい、人があった、ゆきなの人があった、イエーイ。あ、いいじゃん。せっかくブーツできたけど、4センチまで防水だから。ねえ、こんな体験ないけど、私、あ、気持ちいいね。そう、気持ちいいよ。さあ、どうしてる。ブーツできた甲斐があったぜ。抹茶のあれがプリンなんですか？抹茶プリン。プリンは普通 の、 ちょっと固めのプリンになってて、あの上のあれが抹茶のクリームですね。はい、生クリームの抹茶の甘さが入ってない、甘くない感じ。ありがとうございます。とミックスですね。はい、はい、いただきます。ピスタチオとチョコでしょ、うん、うわ、うまそう。今コロナ中で食べるとね、え夏
かったからしょうがない。いただきます。うん、うまっ、うまっ。寒いけど大丈夫。ショコラの味は、それは大丈夫。それは大丈夫ね。結構脱いでるぐらいだからね。うん、暑い。暑いたら暑くなる。じゃあ、はい。はい。多分それはピスタチオが多い。中からイチゴが出てきたらしい。抹茶モンブランプリン。あ、硬いんだ。本当、中硬い。あ、そう、硬いって言ってたもんね。確かに。なんだこれ。うん、ほんとだ、イチゴなんか出てる。イチゴ？あ、上は甘くないね。でもそれぐらいちょっと食べさせてよ。はい。あ、落ちちゃった。やばい、やばい、フライドになった。でかい。あ、いっぱいみんな片付けてってるんだ。一人の子だよ。あ、一人の子が。かわいい。やべ、ゴムやば。相当だね。めっちゃ高い。少年みたいだもんね。ハハ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 。ベッドちょっと離れてるけど、まあこじんまりとしたるけど、まあいいね。こじんまりとした感じだけどいいですね。なんかいいね、部屋。まあね、これがこうなってるのがいいね、一人で。すごいよ。見える。お、なんかいい感じに見えるね。おー、見えた。すごいな。いいね。その目の前もホテルか、あれ。おもちゃん、あそこ明かりついてる。そうそう、なんか、おー、ちょちょ、あれマンションだね。隣のホテルより高いけど。
定点じゃないんだ。こちらアルコールの糖水セットで、こちらキムチです。はい、どうぞ。ジンギスカンじゃない。柔らかい。なんか柔らかいって言うと思う。でもやっぱ特殊特殊なラムの。はい。いただきます。柔らかい。いやいやいや、動画撮ろうかなと思って。ごちそうさまでした。美味しかったですね。おお、すごい。足元がだるま6点4点。私はね、なんか少ないかと思ったけど。めっちゃ少ないと思ったんだけど、まあ。満腹になった。玉ねぎが甘くて。だからやっぱり、野菜がうまかったから、野菜めっちゃ食ったからね。そうね。あ、ちょっと待って。頭開けます。あれ？出来たての味がこう、ちょっと
や、おう、いや、北海道、北海道メロンパン、あ、トウキビもお腹もある。トウキビすごいですよこれ。まあ、でもロッテって私、あ、これはシェフの方だ。でも確かに絶対向こうにはないやつ。メロンにしよう。要はじゃあ帰って食べるってことね。そうそうそう、川なのに水がない。